エンジンルーム見ていきます。ノーマルですね。エンジンルームの方も特に、変わっているような感じもなく、そして綺麗ですね。10万キロオーバーという感じには全然見えないエンジンルームじゃないかなと思いますね。ヘッドカバーもかなり綺麗な状態で、まあ、若干のハゲはこの辺りにあるぐらいという感じですかね。こんな感じになっております。はい、ではエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。もうかかりはね、全然普通ですよね。こんな感じで特に変な音とかもしていないですね。アイドリングもね、結構落ち着いているので特段違和感はないかなといった感じですかね。ちょっと吹かしてみます。うん、こんな感じで特に問題はないかなといった感じですね。以上です。